ファールの後、ボールを置いて一人すごいスピードで走り出す柳沢。フリーキックからクイックスタートだ。後ろからふんわりとしたボールを受けると、なんとダイレクトで決めたのである。ボールを持ちながらちらりと後ろを確認する柳沢。この時すでに天才にはゴールへの道筋が見えていた。スペースに向かって走り出す柳沢の前で気を抜くということは、腹を空かせたライオンの前に無防備で現れるようなものだ。そして足元でバウンドしたボールをダイレクトでシュート。後ろから浮いたボールを受けるという時点で難易度が高いにもかかわらず、バウンドしたボールを倒れ込みながら合わせたのである。同年代に活躍していたイタリアのファンタジスタ、ロベルト・バッジョは言った。思いついたプレーの中でいつも一番難しいものを選択している。ロベルト・バッジョを彷彿とさせる才能だ。このプレーは急にボールを置いて走り出す QBO と名付けられた。